成功の法、真のエリートを目指して、大川隆法第4章ビジネス成功法。4、個性を生かす。上司を尊敬し、部下を愛するという話をしました。また給料の10倍働くという話もしました。ただその際に、これだけは譲ってはいけないと思う点があります。それは自分の個性を生かすということです。大組織になってくると、どうしても個性を殺す方向に動きがちになりますし、自分なりにそのような不遇をかこつこともあると思います。上にへつらい、下に受けの良い人間になろうとすると、次第に自分の個性を殺し、無個性化していくことが多いようです。しかし人間として生まれ生きていく以上、自分が一番納得のいく生き方ができるためには、こういう生き方ができてよかったと言えるためには、自らの個性を生かすということ以外にないと思うのです。そこで個性の生かし方について話をしておきたいと思います。個性はそれぞれ千差万別です。ところが組織の中において、様々に個性が発揮されると、お互いに個性がぶつかり合い、なかなかうまくいかないことがあります。いわゆる我の強い人というのは、他を押しのけてでもという傾向があり、その部分が組織の中の軋轢を生みがちになります。そしてどちらかといえば、可もなく不可もないやや優等生タイプの人がうまくやっていくことが多いと言えましょう。ここで私は個性を生かすための方法を述べたいと思うのです。それは他の人の批判に耐えるだけの実績を積むということです。本当に不公平な評価ばかりをし続けるということは、実に難しいことなのです。あなたが本当に会社に貢献しているにもかかわらず、それに対してその貢献を全く無視し、悪く言い続けることは非常に難しいことなのです。大抵の場合は、あなたが会社に貢献していると思っていることが、実はあなたの単なる体現相互のように思われていることが多いのではないでしょうか。個性を生かそうと思う人、すなわち無個性人間になるのではなく、個性派人間として生きていこうと思う人は、それだけの実績を積むことです。有無を言わせない客観的な実績を積むことです。誰から見ても、彼はこれだけのことをやっている、間違いのない仕事をそれだけ積み重ねたと言われる実績を作ることです。この実績の上に立って個性を発揮することが大事です。実績なしで個性を発揮した時には、そこに大きな間違いが起きます。手堅い仕事をしていき、誰から見ても、会社にとって、あるいはその役所にとって、その組織にとってプラスのことをしたと言われる成功体験を積むことです。その上で個性を生かしていくことです。この意味において、私は次の考えが大事だと思うのです。それは静かに個性を
発揮していくという考え方です。少しずつ少しずつ自分を燃やしていく、自分の持つ内なる炎を高めていく、やがて強い光を外に出していくということが大事なのではないでしょうか。まさにそうではないかと私は思うのです。最初からメラメラと炎を燃やせば、他の人にとっては非常に迷惑なことにもなっていくでしょう。最初は小さな炎で良いと思います。種火のごときものでも良いと思います。種火を燃やしている時に実績を蓄えていくことです。そして誰から見ても彼は相応の成績を収めた、この辺で自分の個性を出していっても良いだろうと思われる頃に、少しずつ少しずつこの種火を大きくしていくことです。やがて周りの人が気づかないうちに、あなたはあなたなりの個性で仕事を進めており、それを誰もがスムーズに受け入れるようになっているでしょう。このように静かに個性を発揮していき、だんだんに自分のペースを作っていくということを忘れないでいただきたいと思います。特に抜擢されて仕事を任されたりすると、最初から我流でやろうと張り切る人がいますが、こういう時こそ要注意なのです。我流でやる前に、先任者のやり方をよく研究し、周りの人の意見をよく研究し、静かに入っていくことです。はじめは諸女のごとく、後はダットのごとし、で、やがて猛烈に仕事をしていくということが大事ではないかと思うのです。